新総裁には姿が見えなかったけれど、何をしていたの？元夫は社長の言葉に目を見開いた。そして無言で立ち尽くしている。あれ、どうしたの？僕は何をしていたのって聞いたんだよ。社長、まさか。参列させていただいたよ。自分と母親のことしか頭にないからこういうことになる。数年前に母を亡くし、父と二人暮らしをしていたところで異動があり、夫の文也と出会った。夫とは共通点がある。それは彼が父親を亡くしていたこと。私たちは共に親を亡くした悲しみを知っている。その共通点が二人の距離を急速に近づけたように思う。4歳年上の彼はとても大人に見えた。デートに出かけてはさりげないエスコートをしてくれる。そんな彼に私はどんどん惹かれていった。彼から結婚を申し込まれた時は子供のように喜んだ。私は彼との結婚生活に夢を膨らませていた。新居は夫の実家から徒歩5分圏内。冷静に考えれば、あの時もっと周りが見えていれば、お互いの会社近く、もしくは両家の中間で新居を選ぶべきだった。後悔とは先に立たぬものだと思い知るのだ。今度の週末、母さんのところに顔を出してくれね。今度の週末、いや、今度の週末もだろ。夫は新婚だというのに毎週末の帰省を欠かさない。なんだったら平日も実家でご飯を食べてくることがある。つまり私と二人で過ごす時間より、夫は自分の実家で過ごす時間の方が多いのだ。夫と義母はとても仲がいい。それはそれで喜ばしいことだが、私は自分をないがしろにされている感が否めない。そして平日のお母さんチェック。我が家へ乗り込み、ちょろちょろ徘徊しては風水がどうたらと物の配置を勝手に変える。これも結構つらい。あら、ベッドはこれじゃダメよ。義母はベッドの端を持ち引きずろうとする。あの、お母さん。幸代さんでしょ。幸代さん、そのベッド動かないですよ。キングサイズですから。シングル2つじゃないの？じゃあ動かせないじゃない。ちなみにどのような配置をご希望で？足と橋よ。離れて配置するのよ。それが風水。嘘くさ。新婚でベッドを端と端に送って夫婦仲をぶち壊したいんかとさえ思ってしまう。チェック最終関門は料理だ。義母は台所に私を寄せつけない。水回りは女の城、部外者は入るなと金切り声を上げる。こんなことが席を入れた数日後から始まった。こういう時こそ夫にはクールなエスコート姿を期待した。しかし夫は義母ラバー。隣でニコニコするだけ。はい、今日はフミヤの大好物ハンバーグ作ったのよ。ありがとう、いただきます。あくる日は生姜焼き、その次の日は酢豚。食費は義母持ちだし、まあいっかとはならない。どんどんストレスが溜まっていく。あのさ、お母さんにしょっちゅう来られると私休まらないんだよね。結婚したんだし、二人の生活を優先すべきだよね。ちょっとこっちに来るの控えてほしい。ある時私は耐えきれず夫に伝えた。そっか、わかった。意外にもすんなり了承した夫。よかった、ちゃんと話せば彼も分かってくれるんだ。なんてね。そんな甘いもんじゃなかった。翌日帰宅すると、鼻の穴をこれでもかと広げて私を待ち構える義母がいた。あなたね、何様なの。仕事で疲れて帰ってきているところに義母の金切り声はきつい。私はフミヤの母よ。その私がどうしてこの家に来てはいけないのよ。フミヤ、昨日のあれをストレートに義母へ伝えたのか。どっと疲れが増す。そもそもあなたは私に感謝をするべきでしょう。感謝
ですか？そうよ、フミヤと結婚できたのは私のおかげでしょ。それは義母がフミヤを産んだから出会えたんだ的なことを言いたいのか？フミヤのプロポーズ完璧だったでしょ？確かにドラマのワンシーンのような素敵なプロポーズだった。あれは母さんが全部考えてくれたんだよ。は？あなたがフミヤと結婚できたのは私のおかげなのよ。そうだね、母さん。いつもありがとう。キモ。何？いえ、心の声が漏れただけです。信じられない。35にもなろうとしている立派な大人が全て母親の言いなり。でもこれって気持ち悪いと思う私が間違ってる？親子が仲良しであることは素晴らしいことだ。私が二人に溶け込めば済むことなのか。頭がこんがらがる。このみさ、ちょっとひどくない？このみだってお父さんと二人で暮らしてたんだろ？だったら俺が母さんを大切に思う気持ちわかるよね？別に母さんは俺らに何の迷惑もかけてないよ。いつも俺らを思って行動してくれてるよ。俺ら？あなたのみを思っての間違いでしょ。まあそうね。実際あなたのことはどうでもいいもの。フミヤが結婚した子だから一緒にいるのを許してあげているっていうのはあるわね。ほら、お母さんこう言ってるよ。お母さんじゃない。ほら、幸代さん、お母さんって呼ぶことすら嫌がってるよ。それはこの身が俺らに協力的じゃないからだよ。家族になったってちゃんと思ってる？本当は俺、母さんと同居したかったんだよ。でも母さんが新婚だからって気を利かせてくれて、別々で暮らすことを提案してくれたんだ。これって母さんの優しさだよね。はあ？よそ者を自分のテリトリーに入れたくなかっただけでしょ。それに別居してたって、こんなほぼ毎日会ってれば同居みたいなもんだろう。夫は義母の全てが正しいと思って疑わない。そういう状況下で育ったなら私が何を言っても変わらないだろう。新婚ほやほやで離婚。同じ会社で働く私たちに社長からご祝儀をいただいた。みんなが盛大に祝ってくれたのに、速攻で離婚はさすがにないだろう。どうしてこの二人の距離感に気づけなかったのか。恋って本当に盲目なんだな。この言い争い以降、明らかに夫の態度が冷たくなった。でも離婚をほのめかしてくることはない。まあこの人に自分の意見なんてないか。義母の言いなりなのだから。そして私のテンションはどんどん下がっていくのだ。夫は家で義母が帰るまでずっと彼女と話をしている。義母が帰ったと思ったら自分はさっさと寝室で寝てしまう。家ではほぼ会話をしない。しかし周りからの目を気にしているのか、会社で私を見かけると近寄ってくる。もちろん笑顔でね。今日さ、買い物頼んでもいいかな？母さんがいつものワインが飲みたいって言ってるんだけど、お願いできる？俺今日ちょっと遅くなるんだよ。わかった。家では口も聞かないくせに会社では頼み事をしてくる。そしてそれは全部義母が望んでいるものを買って帰れというもの。そもそも彼の帰りなど遅くならない。むしろ私よりも帰宅は早い。私たちの家で首を長くして夫を待つ義母のため、速攻で帰るのだ。普通の私であればこんな買い物は引き受けない。しかし私はあえてこの頼み事を聞いていた。これは私のある策略のためだ。そんな中、突然の不幸が私を襲う。父から胃がんであると連絡を受けた。最初は信じられなかった。あの健康オタクとも言える父が。毎年の人間ドックを欠かさない父が病にかかるなど想像もできない。しかも余命を宣告されてしまった。なぜ発見が遅れたのか。私は急いで実家に戻り、詳しい話を聞いた。そして父がスキルス胃がんであることを知らされたのだ。それは胃の粘膜表面から発生する通常の胃がんとは異なる。胃壁の内部を這うように病巣が広がっていく。だから発見が遅れてしまった。腹膜播種は手術で除去することが難しいから、
抗がん剤治療を開始するというが、父曰くそれは延命のようなものだという。私は目の前が真っ暗になった。それでも塞ぎ込んではいられない。父が生きながらえることができるんなら何だって協力したい。私はその日夫に父のことを伝えた。そして予想通り夫は人事だ。返事がとにかく軽い。私が父のそばについていたいと言っても我関せずとばかりの態度だった。俺は大丈夫だよ。お互いに家族水入らずでいいんじゃない。そう、じゃあ私しばらく実家から通勤するから。夫は最後まで父の容態を気にすることはなかった。それならそれでいい。私も思う存分父のそばでサポートができるというものだ。夫が私に協力しないことはもういい。期待などしていないから。だけど邪魔だけはしないでほしい。彼はここぞとばかりに私が妻として不甲斐ない、俺は心の広い夫だと社内でアピールするのだ。父のことは同僚に話していないのにみんな知っている。実家に帰省して親の面倒を見てるんだってねとか、お父さん大変な病気だったんだねなどなど、気遣いの言葉なのか、配偶者を持つ身としての行動を見られているような複雑な気持ちだ。父のケアをすることは苦ではないけれど、周りからいろいろ言われることはストレスだ。余計なことに気をもむ環境を作り出す夫にイライラしっぱなしだった。そして3ヶ月後父が他界した。最後まで一緒にいられたことは良かったと思っている。衰弱していく父を見るのは辛かったが、父の死を覚悟できる時間はもらえたから。しかし私が悲しみに暮れる中、夫と義母は鬼畜の所業をしでかすのだ。二人は父親の新葬祭に顔を出すこともなく、新葬祭中に電話をよこした。おい、もしもし。神職が祭文を唱える中、夫の声が突然響き渡ったのである。祭文も止まり、誰一人として口を開かない。声の主を知っているのは私だけ。声のする方へ視線を移すと、いとこの子供が困り顔で私のスマホを持っていた。今どこ？今日お母さんの誕生日だよ。忘れてないよね。高級寿司2人前買ってきて。あ、もし好みも食べたいなら自分の分も買っておいで。いらないだろ、あんな嫁の分なんて。贅沢ってもんだ。なぜ私が反応していないのにベラベラと話し出すのだろう。うまくいっていない夫婦あるあるなのか。私が無言で電話に出たとでも思っているんだろうな。それおばちゃんのスマホだよ。いとこの子は泣きべそをかきながら私にスマホを渡した。すぐさまいとこが謝罪を述べたが、結果的にグッジョブである。新葬祭の後、彼らに事情を聞いたところ、3歳になったばかりのいとこの子供は祭文が退屈でうろうろしていたそうだ。そしてすぐそばにある控え室で私のスマホを発見。手に取りいじっているとスマホが鳴った。慌てた子供は通話ボタンを押し、ハンズフリーボタンも押してしまったという。なんて素敵なタイミング。しかし親族は新葬祭をすっぽかして寿司を買ってこいという夫の言葉に震え上がった。そして誰よりも怒りをあらわにしていたのは社長だ。人情の人である社長は当然夫もいるものだと思っていたらしく、夫が来ない旨を告げるとあからさまに怪訝な顔をした。そもそも夫は私が告げた今日のスケジュールすら忘れているのだろう。そしてそこにまさか社長がいるとも、子供のいたずらでみんなに非常識を聞かれたとも思っていない。夫は自分で自分の集大を露呈させたのだ。私は父を送り出した後、夫のもとへ向かった。部屋に入るとおなじみの光景。義母と夫は仲むつまじく隣同士に座っている。遅かったじゃないか。何してたんだい？寿司は？ちゃんと買ってきたんだろうね。今日は私の誕生日だからね。父の新葬祭に出席してました。あれ？今日だったっけ？ほらね、忘れてた。
こんなのもうどうでもいい。ちょっと、私が生まれた日にそんな話をしないでちょうだい。ほら、早くお寿司を出しなさい。どうぞ。お寿司ではなく離婚届をテーブルに置いた。え？あら、あらあら、どうしたのこれ。唖然とする夫、そして満面の笑みが今にもこぼれそうになっている義母。対照的だ。もう限界、離婚して。いいわよ、あなたはダメだったもの。文也もそう思うでしょ。いや、俺は。あら何、この子がいいの？自分の父親のためにあなたをないがしろにした子よ。確かに、そうだそうだよ。この身は俺を第一優先にするべきだったのに、自分の父親を優先した。それお前もだろ。大丈夫、安心して。お互い様ってことで慰謝料は請求しないし、まだ結婚して間もないし、共有財産を請求することもしない。ただ別れてくれるだけでいい。でもいいじゃない、フミヤならまたすぐに別の子が見つかるわ。それもそうか。じゃあ俺離婚届書いちゃうね。本当、この人は自分ってものがない。まあ義母の言いなりってところが自分らしさなのかな。義母は夫が書き終えると自ら保証人欄に名前を書いた。はい、どうぞ。素敵な誕生日プレゼントになったわ。では後日荷物は運ばせていただきます。私は必要最低限の荷物を持ち実家へ戻った。さて、誰に離婚届の保証人になってもらおうか。父のいない家で一人考える。お父さんには最後まで幸せそうに私が映っていたかな。最後の最後まで夫と険悪になっていることは言わなかった。心残りになるようなことを知られたくなかったから。結局私は同期に頼み、保証人欄を記入してもらい、役所にそれを提出。これでまた独り身だ。あっという間に終わった結婚生活だったが、こうなったことに後悔はしていない。とりあえず忌引休暇はあと4日ある。今後のことはきっとなるようになる。深く考えることはやめよう。そして4日後、出社すると会社の入り口で社長が声をかけてくれた。おはよう。おはようございます。連日のお休みをいただきましてありがとうございました。いやいや、大変だったね。二人で立ち話をしていると、そこへやってきたのは元夫だ。社長、おはようございます。ああ、おはよう。忌引休暇の7日間はきちんと彼女をサポートできたのかな。はい、もちろんです。は？どういうこと？忌引休暇って何？この人は父の新総裁を忘れていたはずだ。ああ、そういうことか。元夫は父のことを知っていて、あえて来なかったんだ。忘れっぽい人だったんじゃない。どこまでも自分と自分の母親が中心の人だっただけ。新総裁には姿が見えなかったけれど、何をしていたの？元夫は社長の言葉に目を見開いた。そして無言で立ち尽くしている。あれ、どうしたの？僕は何をしていたのって聞いたんだよ。社長、まさか。参列させていただいたよ。自分と母親のことしか頭にないからこういうことになる。社長は私たちの結婚にご祝儀を用意してくれた人だ。普段の彼の行動からして、悲しみに暮れた時だって絶対に訪ねてきてくれる。君、何のための忌引休暇？お母さんの誕生日休暇の間違いじゃないのかい？え？元夫は私を睨みつけた。彼女は何も悪くないよ。ちょっとしたアクシデントで子供が君からの連絡を取ってしまったんだよ。そういう時、いたずらした子供ってのは焦るもんでね。君の会話はハンズフリーで会場に響き渡ったというわけだ。君は自分の母親の誕生日を優先して、彼女が一番悲しい瞬間に隣で手を握っていることすらしてあげられなかった。間違いないね。そう
ですけど、僕にとってはたった一人の母親です。大切に思うことは当然だと思います。好みだって自分の父親を優先させただろ。俺たち似た者同士だよな。さあどうだろうね。あなたがそう思うならそれでいいんじゃない。私にはもう関係ないし。ほら社長、好みもこう言ってますし、僕が責められることはないと思います。いや別に味方なんてしてないけどな。なるほど、確かに僕の感情が先行してしまったようだね。でははっきり聞こう、君は響き休暇を別の用途に消化したということで間違いないね。それはでもそれは僕に与えられた休暇で、休暇を取得するのは社員の権利です。この人は本当に周りが見えていないんだな。ここは会社の入り口であり、出勤時刻ともなれば多くの社員がここを通る。皆が聞き耳を立てていることに気がついていないようだ。結局元夫は休暇を不正取得したことで3ヶ月の減給処分となった。しかもそれだけじゃない。元夫が前々から自分を良き夫だと触れ回るために撒き散らかしていた種が見事な花を咲かせたのだ。人の口に戸は立てられない。総務の誰かから私と元夫が離婚したことが社員に知れ渡ったのだろう。会社の入り口でもやり取りを見ていた社員たちは口を揃えてやっぱりねだったそうだ。母さんにワインを、母さんにお米を、母さんに、母さんにを連呼していたことに元夫は気がついていないだろうが、周りはそれに引いていた。もちろん私はそのことに気がついていた。周りはよく耐えられるねと私を心配してくれていた。そして私のプライベートをベラベラと話していた元夫、義理のお父さんのことを妻に確認することなくベラベラ話すマザコンと裏では言われていたそうだ。よって会社での私の立ち位置はマザコン夫に引っかかった気の毒な人。情けないやら気恥ずかしいやら複雑な心境だが、離婚できてよかったねと言ってくれる人たちがいることに救われている。離婚から2週間、私の生活は安定していたが、元夫は自分の立場を回復することに躍起になっていた。ちょっといい？仕事のことなら何でもどうぞ。この身からも俺がマザコンなんかじゃないって周りに言ってよ。それ仕事と関係あります？職場の仲間の頼みなんだから仕事だろ。現場の雰囲気を良くすることだって仕事の一部でしょ。いや、あんたどっからどう見ても悪しきマザコンだよ。私マザコンって結構好きだよ。え？そう？元夫の顔めっちゃにやけてるし、お前のことじゃねえけどな。息子がお母さんを大切にするって素敵なことだと思う。うんうん、やっぱそうだよな。そう思うよな。うん思う。でもあんたは悪しきマザコンだから、普通のマザコンさんに失礼だよ。彼らは自分の伴侶のことも考えながらお母さんを大切にしてるから。でもお前違うじゃん。お前マジですんげえやべえマザコンだから、母親の言いなりとかお前いくつだよ。サチオもさ、子離れできてないダメ母だし、お前らよくお似合いの母子だわ。いいじゃん、このままキモいマザコン代表として会社で胸張って生きていきなよ。じゃあ仕事あるんで。ちょっと待って、俺やっぱり会社のみんなにもそう思われてるの？あえて無言でそうだよと言わんばかりの表情で哀れみを込めて見つめてみた。もう俺やだ。周りから見えていないと思いきや、そういうとこは敏感に気にするんだよな。不思議な生き物だな。ちょっと何してるんですか？母親に何か言われてまだ彼女を追い詰めるつもり？私の目の前でうなだれる元夫を見つけた同僚が急いで間に入ってくれた。そしてこれがとどめになったようだ。前々から用意していたのか、元夫はその日に辞表を提出し、会社からも私の前からも姿を消した。今は何をしているのかもわからないが、変わらず幸男と仲睦まじく暮らしていることだろう。彼のいなくなった職場の空気はとてもすがすがしい。許されるのならばまた誰かと恋愛を楽しみたい。でもそれにはまだまだ修行が必要だ。
人を見る目を養わなければまた同じ目に遭ってしまう。しばらくは仕事中心の生活を送ろうと思っている。とにかくあなたは他人なんだから、うちのことに入ってこないでちょうだい。鬼の形相で私にそう怒鳴ってきた義母。そしてそれからあっという間に1年が経過。義母は今まで私のことを他人扱いしてきたくせに、義父が要介護になると私を頼ってきた。私たちは家族なんだから助け合いましょう。どこまでも自分勝手な義母に呆れつつ、私は面と向かってはっきりとこう言ってやった。他人なので無理です。私の名前は茜、28歳の会社員だ。私にはヒロヤという2年ほどお付き合いしている男性がいて、つい最近彼からプロポーズをされた。いつも優しくて私のためにいろいろと尽くしてくれる彼のことを私は大好きだったので、プロポーズを受け私たちは結婚することになった。優しい彼となら幸せな結婚生活を送れるだろうと、二人での生活を想像してワクワクした。結婚を決めた私たちは早速お互いの親に挨拶に行くことに。最初は私の実家に来て彼が私の親に挨拶をしたのだが、二人ともヒロヤのことを気に入ってくれて安心した。そして次は私が彼の実家に行く番だった。私は緊張しながら彼と一緒に義実家へ。はじめまして、茜と申します。私は丁寧に挨拶をしたつもりだったのだが、義両親は無反応だった。え、挨拶を仕返さないの？心の中でそんなツッコミをしてしまった。慌てて彼が、彼女は婚約者の茜だよと紹介してくれて、ようやく口を開いた。そう、まあ上がってちょうだい。テンションがかなり低い感じでそういう彼の母親を見て、私は一気に緊張感が高まった。彼のご両親への挨拶の時間は本当に苦痛だった。私が何を話しても、へえとかそうといった返事で、彼が必死になって話題を広げてくれたほどだ。彼の父親については何にも言葉を発さず、ただただ黙々と私が持ってきたお茶菓子を食べていた。私はそんな彼のご両親の反応に不安になったが、とりあえず結婚については許可をもらえたのでよかったと思う。だが両家の顔合わせの時も義両親は終始つまらなさそうにしていて、私の両親も顔を潜めていた。彼はそんな両親の反応を見て、私と私の両親に何度も謝ってきた。私の親は彼がそうやって誠意を示してくれていたので、とりあえずは許していた。この時から私はこの結婚に対して少し不安に思っていたが、それでも彼のことが好きだったので結婚に踏み切った。だが私が思っていた以上に義両親は面倒な存在だった。まず結婚式についてだ。義母は私と夫が2人で考えた結婚式のプランにいちいちケチをつけてきて、全てを変更しようとしてきた。そんなウェディングドレスなんてダサすぎよ。ああ、ここのお料理は美味しくないのよ。だから式場は私が選んだ場所にしなさい。義母はそうやって私たちの結婚式のプランに口を出してきた。夫がその都度、俺たちが自分で決めるからと言って何とか食い止めてくれたが、ここまでしつこく関わってこようとするとは思わなかった。とりあえず結婚式は私と夫が計画した通りに行うことができたが、義母は自分の意見が通らなかったことに苛立っていたようで、終始不機嫌だった。自分の息子の結婚式だというのにそんな態度で参加するなんてありえない。私は義母に対してすごく嫌な印象を抱いた。そして義母は私と夫が結婚してからも厄介な存在となった。あかねさん遅いわよ。え、お母さんどうしたんですか？なんと義母は私が仕事を終えて帰ってくる時間に家の前で待ち伏せしていたのだ。どうしたって何よ、息子の家に遊びに来るのがいけない？いや、そういうわけではありませんが、来ていただくには事前に連絡をしてもらわないと。まあめんどくさい人。普通はわざわざお越しいただきありがとうございますって頭を下げて感謝するべきでしょう。え？ほら早くお茶を出してちょうだい。はい。まったく本当に使えない嫁ね。
義母は勝手に家にやってきては理不尽な文句を言って私を困らせてきた。今日は何を作るのかしら。肉じゃがと味噌汁と冷ややっこにしようかと思っています。まあ地味なメニューね。そんな食事ばかりひろやに食べさせているの。ひろやがかわいそうだわ。義母は私が調理をしている時にもいろいろと文句を言ってきた。包丁の使い方が下手、そんな薄味じゃダメでしょ、料理下手すぎ。私が何かするたびに後ろから土星が飛んできて本当にきつかった。そしてようやく料理が完成したのだが、義母のせいでものすごく味が濃い肉じゃがになってしまった。義母は散々文句を言って満足したのか、次はちゃんと作りなさいよと言って夫が帰ってくる前に去っていった。息子の家に遊びに来て何が悪いのなんて言っていたくせに、息子に会わずに帰ってる義母に腹が立った。夫の顔を見に来たわけではなく、私をいびるために来たのだ。仕事で疲れて帰ってきて義母に嫁いびりをされるなんて耐えられない。そんな中、夫が帰宅してきたので、私が義母がやってきてあれこれ文句を言ってきたことを伝えた。え、母さんが。ここぞとばかりに文句を言ってきて大変だったんだから。そうなんだ、本当にごめん、茜に嫌な思いをさせちゃって。あなたは悪くないよ。また来ても家に入れないでいいから。わかった、ありがとう。肉じゃが味濃いね。お母さんが醤油をドボドボ入れたからね。母さんの味付けいつも濃くて苦手だったんだよな。煮物とか本当に食べられないレベルにしょっぱくてさ、米を大量に食べないといけなかったから、中高生の頃とか俺めちゃくちゃ太ってたんだよ。大学から一人暮らしを始めて自炊するようになったら、みるみる痩せていって最大で30キロくらい痩せたと思う。そうだったんだね。確かにこの濃い味を緩和するには米をたくさん食べないときついかも。夫の過去のエピソードに驚きつつ、夫が私の味方になってくれてよかったと思った。そして翌週も義母がやってきたのだが、私はアポなしで来られても困りますからと言って家に入れるのを断った。もちろん義母は大激怒。何言ってるのよ、あんたに拒否権なんてないのよ。義母はものすごい剣幕で怒ってきたが、夫から家に入れなくていいと言われているので私も引かなかった。何を言われても家には入れませんよ。夫からも入れなくていいと言われていますし、普通に考えてお母さんは常識がなさすぎです。私はそう言って義母が入れないようにして家の中に自分だけ入った。ちょっと本気で入れない気？あんたこんなことして許されると思ってるの？義母はドアの向こう側でそう言ってきたが、私は無視をした。やがて義母の声は聞こえなくなり、私は平和に晩ご飯の支度をすることができた。夫に今日も義母がやってきたことを話すと呆れていた。本当に母さんはどうしようもないな。でも茜はそのままでいいから、母さんに遠慮とかしなくていいよ。ありがとうひろや。義母は厄介な存在だが、夫が味方なら問題ない、そう思っていたのだが、ある日予想もしていなかったことが起きた。それは私と夫が結婚して初めて正月を迎えた時のこと。私たちは義両親から親戚一同が集まるから必ず顔を見せに来いと言われた。確かに親戚には一度ちゃんと挨拶をしなければいけないなと思い、私たちは正月の集まりに参加することに。だがそこで私たちはとんでもない目に遭った。まず私たちが到着すると、すでに親戚たちがみんな揃っていた。すると親戚たちは私たちをいぶかしげな顔で見てきて、さらに義母が遅かったじゃないと言ってきたのだ。私たちは指定された時間に来たのだが、本来の集まる時間は1時間も前だったらしい。夫が親戚たちに説明をしても、親戚たちは義母からいろいろと何か言われていたらしく、疑いの目を向けてきた。そして親戚たちは心ない言葉を私たちに浴びせてきた。あんた本当にそんな嫁さんでいいのか。え？だって自分の母親が来ても家に入れないわ、悪口を言ってきたり口答えしたりとひどい態度を取るそうじゃないか。それに料理も下手で家事も雑なんだろ。そりゃ嫁としてダメだと思うよ。
親戚たちは義母から私がひどい嫁だというように聞かされていたらしく、夫がそれは違うと必死になって説明しても聞く耳を持ってはくれない。親戚たちは私に近づこうとせずに距離を置いていた。義母は私が孤立しているのをニヤニヤ笑いながら見ていた。義父は全くの無関心で、私や夫が困っていても関係ないといった態度をとっている。親戚たちから冷たくされて私はとても悲しかった。そしてできれば誤解を解きたいと思った。そのためそれからあえて積極的に親戚の集まりに参加して親戚の人たちと話すようにした。少しずつだが、私たちのことをちゃんと理解してくれて、義母の言っていることが違うと思ってくれる人たちが増えていった。だがそんな時にまたしても義母が私たちの邪魔をする。ある日いきなり義母から電話がかかってきた。すると突然こんなことを言い出したのだ。あかねさん、あなたも親戚の集まりに来ないでちょうだい。え？どうしてですか？あなたがいると雰囲気が悪くなるのよ。とにかくあなたは他人なんだから、うちのことに入ってこないでちょうだい。鬼の形相で私にそう怒鳴ってきた義母。そんな、私はひろやさんと結婚をしているので他人ではないと思いますが。私がそう言っても義母は聞く耳を持たず、親戚の集まりには来るなという。私はもう我慢の限界だった。親戚たちの誤解を解くために今まで十分に頑張ったし、もういいだろう。わかりました、ではもう赤の他人ということで。私はそう言って電話を切った。その後仕事から帰ってきた夫に話すと呆れていた。もう俺も限界かな。それからは私たちは親戚の集まりには参加しなかった。義両親から夫だけは来いと言われていたが、夫は私が行かないなら俺も行かないと言って参加を断っていた。そしてそれからあっという間に1年が経過。義両親とは一切関わってこなかったのだが、ある日いきなり義母から電話がかかってきた。私はなんだか嫌な予感がして電話に出なかったのだが、義母からの電話は何度もしつこくかかってきた。さすがに無視し続けるのは面倒なので仕方なく電話に出ることに。もしもし。あ、もしもし、あかねさん、やっと出てくれた。義母の声はなぜか猫なで声で、とても気味が悪かった。元気にしてった？一体何なのだろうか。あの、ご用件は何でしょうか？もう冷たいわね。まあいいわ。それがね、お父さんが倒れちゃって介護が必要な状態になっちゃったのよ。え？そうなんですか？そうなの。だから私たちと同居して一緒にお父さんを支えてほしいのよ。は？義母は今まで私のことを他人扱いしてきたくせに、義父が要介護になると私を頼ってきた。私たちは家族なんだから助け合いましょう。よくもまあ今までの自分のことを棚にあげてそんなことが言えるな。どこまでも自分勝手な義母に呆れつつ、私は面と向かってはっきりとこう言ってやった。他人なので無理です。え？義母は私がそう言ったので絶句していた。だが私は畳みかけるようにこう言ってやった。お母さん、今まで私にしてきたことを忘れたんですか？散々嫁いびりをして親戚たちに嘘を流し、挙句の果てには他人だと言って私をのけものにして、そんな人に家族だとか言われたくないです。私は絶対にお父さんの介護はしませんから。私がきっぱりとそう言うと、義母は電話口で声を荒げた。あんたね、こっちが下手に出てるからって調子に乗るんじゃないわよ。あんたは嫁なんだから介護をする義務があるのよ。すべこべ言わずに介護をしなさい。理不尽に切れる義母に、隣で電話の内容を聞いていた夫が口を開いた。母さん、いい加減にしろよ。ひろや、そこにいたの？義母はまさか夫まで電話を聞いていたとは思っていなかったようで、かなり慌てていた。スピーカー状態で一緒に聞いてたんだよ。頼み事するときは猫かぶって、要望が叶えられないと分かったら本性を出して逆ギレするとか最低だろう。そもそも介護は嫁の義務じゃないだろう。父さんの妻である母さんがやることじゃないか。それが難しいなら施設に入れるなり、ヘルパーさんを呼ぶなりしろ。
一応言っておくけど、俺も絶対に介護はしないからな。え？母さんたちにはもう呆れてるんだ。俺は親子の縁を切る。もう二度と連絡してこないでくれ。そんな、待っておくれよ、ヒロヤ。いや、もう限界だよ。あとは母さんだけで何とかしてくれ。俺は嫁いびりする自分の親よりも嫁の方を選ぶから。親戚付き合いだってなくていい。とにかく、もう話は以上だから。ヒロヤ。夫はそう言って電話を切った。そして私は義母の番号を着信拒否にした。それから私たちは親戚付き合いも一切しないつもりだったのだが、ある日夫のもとに親戚の一人から連絡が来た。その時に親戚たちはみんな義母ではなく、夫と私のことを信用しているという話を聞かされた。どうやら私たちのことを信じてくれた親戚が他の親戚たちに何度も説明してくれたらしい。また義母は都合よく話を変える癖があり、前に話していた内容と違うことを言うことが多々あったそうだ。きっと私を悪く言いたくて誇張しまくったから話に矛盾が出てきたのだろう。その結果、私たちを疑う人たちがほとんどいなくなったという。そしてみんな義両親と距離を置くようになり、義両親ではなく私たちに親戚の集まりに参加するように連絡を取ってくれたのだ。それならばと私も夫も喜んで親戚の集まりに参加するようになった。義母は一人孤独な状態で義父の介護をしているらしい。やっぱり人を貶め続けているといつか自分にそれが返ってくるのだなと義母を見て学んだ。私は自分が関わる人に意地悪はせず優しく接していきたいと思う。そして私のことを守ってくれた夫のことは誰よりも大切にして、これからも夫婦仲良く幸せに暮らしていきたいと思う。あのお金は借金返済に使っちゃった。え？父の葬儀にも参加せず、挙句の果てには金庫からお金まで盗む始末。しかもそのお金を借金の返済で全て使っただなんて。私は言いようのない怒りでいっぱいになり、また叫びそうになった。すると隣にいた母がいきなり笑い出した。何笑ってるのよ。体型失って頭おかしくなったんじゃないの？兄嫁がそう言うと、母は涙が出た目をこすりながら口を開いた。あら、ごめんなさい。だってあのお金は。私の名前はみゆき、30歳の会社員だ。大学を卒業して働き始めた今の会社には気がつけばもう8年も在籍している。職場の人たちは本当にいい人たちばかりで、上司も尊敬できる人が多くて、この会社に就職できてよかったと心から思っている。そんな私は現在も実家で両親と暮らしている。会社員になった時に一人暮らしも考えたが、高齢の両親のことを考えて実家に残ることにしたのだ。私の父と母は明るくて元気な性格をしているが、それでも老いによる体への影響には抗えなかった。病院に通ったりしてだましだまし生活をしているが、足腰がだいぶ弱っているようだ。まだ大丈夫ではあるが、そのうち介護が必要になるかもしれない。そんな心配をしながら、私はすぐに対応できるようにと両親と一緒に暮らしている。また他にも両親と暮らしている理由がある。それは父の暴走を止めるためだ。と言っても父の場合はお人よしすぎるがゆえの暴走だ。父は困った人を放っておくことができず、頼られたら何でも安請け合いしてしまう。そのため借金を肩代わりしてしまうことが多く、私たちが作った借金でもないのに必死になって返さなければいけないという状況に陥ることが何度もあった。だが最終的に許してしまうのは母の存在が大きいだろう。母は父が暴走しても何とかなるとどっしりと構えていた。そして明るいままその状況を受け入れているのだ。何があったって生きている限りは大丈夫よ。お母さん本当にすごいね。そんな強靭なメンタル私には持てないよ。お父さんとの結婚生活を続けていけばこんな性格にもなるよ。それにお父さんは私たちには迷惑をかけてしまっているけれど、人様のことは救っているわけだからね。まあ確かにそうだね。そうは言っても冷静に考えると私たちへの被害は相当に大きいのだが、それでも私も母の言葉に納得してしまう。
おそらくは父のお人よしと母の楽観的な性格を私も引き継いでいるのだろう。私はそんな個性的な両親との生活をこれもまた人生かとたまに楽しく感じていることもあったのだが、私の兄はそうではなかった。兄は私の2歳上で借金を重ねる父とそれを許す楽天的な母にいつも怒っていた。父さんの借金のせいでなんで俺が欲しいものを我慢しなきゃなんないんだよ。当時の兄は思春期真っただ中で、周りが手に入れているものが自分の手元にないことをいつも嘆いていた。その頃は父は友人の多額の借金を肩代わりしていて、一番お金がなかった。食卓に出てくるのは基本的にもやしだったし、白米に塩だけの時もあったな。だから兄が怒るのも無理はないとその時の私も感じていたのだが、その後父が借金を肩代わりした人はちゃんと父にお金を返してきて、さらにはお礼として数百万もくれて、兄はそのお金で大学に通うことができた。そうやって恩恵も得ているのだが、兄は自分の親に対して恨みしか感じていない様子だった。しかも兄はずる賢く、父のお人よしを利用するようにもなっていった。父さん、ちょっとお金に困っててさ、数万円ほど貸してくれないかな。兄はそうやって父から頻繁にお金をもらっていた。大学生の時から一人暮らしをしていたが、その時の家賃とか生活費は父から出してもらっていたし、バイトもしていたからお金に困ることなんてないはず。それなのに兄は安っぽい演技をして困った表情をしながら父にお金をたかっていた。父は息子が困っているならと惜しげもなくお金を渡していた。それは兄が大学を卒業して会社員になっても変わらなかった。私は父を説得するのは無理だと思った私は、前に兄の方の説得を試みたことがある。お父さんのことをそうやって利用するのやめなよ。私がそう言うと兄はニヤッと笑いながらこう言ってきた。俺は散々あの父親のせいで辛い思いをしたんだぞ。だったらそれ相応の対価ってもんをもらわないと不公平だろ。お前もたかれるだけたかっといた方がいいぞ。あのお人よしはまたいつ大きな借金を抱えるかわかんないからな。兄はそう言って父にお金の無心をするのをやめなかった。それは兄が結婚してからも父が定年退職をしてからも変わらなかった。私が何度注意しても兄は金の無心をやめることはない。さすがにここまでたかられてしまったら父と母の老後のお金がなくなってしまうだろう。私は必死に父を説得しようとしたが、父は息子が困っているのに助けてあげないのはかわいそうだろうと言って兄の嘘を信じきっていた。さらには兄嫁すら父に金をたかるようになった。妊活や不妊治療ってお金がすごくかかるんです。お父さんも孫の顔を早く見たいですよね。だから少し援助してもらえたら嬉しいです。兄嫁はそうやってもっともらしい理由をつけて父からお金をもらっていた。だが兄嫁は会うたびに身につけるブランド品が増えていたので、絶対に不妊治療なんてしていないだろう。そんな兄嫁を見て、この人も兄と同類で性根が腐っているタイプなんだなと思って軽蔑をした。私は父がそんな風に兄夫婦からお金をたかられているのを見て、私が実家を離れたらさらに父は兄夫婦の格好の餌食になると思って実家を出ないようにしていた。今は私ができる限りストッパーとして兄夫婦に注意をしているから被害を最小限に抑えられているという感じだ。これで私がいなかったらきっと兄夫婦はとんでもない額を毎回父にたかるだろう。母もさすがに兄夫婦の銭ゲバぶりに眉を潜めていて、父を説得しようとしたり兄夫婦を注意していたが、兄夫婦の厚かましさや神経のつぶとさには勝てなかった。私と違って切り替えの早い母は自分ができることを頑張る方にシフトしていた。メニューを工夫して食費を節約したり、削れる部分の固定費は削ったり、また昔からパートをしていたのだが、その分のお金だけは兄夫婦に取られないようにうまく隠していた。父はとても優しくていい人だし、母のことも私は大好きなのだが、兄夫婦にいいように利用されているのを見ると何とも言えない気持ちになる。だから私だけはしっかりしないとと思い、私は早いうちから貯金をする癖をつけていた。両親が本当にお金に困った時に二人の老後を支えるためだ。しかしそんな中で思いもよらない出来事が起きた。父が癌になってしまったのだ。しかも末期癌で余命も半年から1年ほどだという。
私は医師からその事実を告げられて絶望した。どうして人にたくさん優しくしてきた父が癌にならなければいけないのだろうか。さすがに母もこれにはショックを受けていた。父は病院へ毎週通って化学療法を行ったが、容態は悪くなる一方だった。癌だと診断されてから少しの間は自宅で生活をすることができていたが、父はとうとう入院をしなければならなくなってしまった。母は父のことを懸命に支えていた。父は母の存在によってとても助けられていたことだろう。だが母は父がもうすぐいなくなってしまうことがとても辛いようで、不意に一人になるとものすごく悲しそうな顔をしていた。家の中で一人で涙を流す母の姿を目撃した時に、母も相当弱っているのだと悟った。それでも病室で父を前にしている時はずっと笑顔で、父を笑わせたり励ましたりしていたので、本当に強い人だなと思った。二人のために私ができることはないかと考えた時、真っ先に思い浮かんだのが兄のことだった。私からしたらただ金の無心に来るクズという印象だったが、両親からしたら可愛い長男であることも事実だ。実際今までも兄が実家に顔を出すと両親は嬉しそうにしていた。兄はまだ見舞いに来ていないので、もし兄が来てくれたら父も少し元気になるのではないかと思ったのだ。しかし兄に電話をした私に兄からは衝撃の返事が返ってきた。見舞い？そんなの行かねえよ。え？だって入院してるってことは金が結構飛んでるってことだろ。そんなタイミングで行ったって出ししぶれだろうし、こっちの労力がもったいないよ。そんな。父がいつ亡くなるかもわからない状況でそのようなことを言うなんて、本当に血がつながっているのだろうか。私は兄に心底失望した。その間も父の容態はどんどん悪くなっていく。そして入院してから数ヶ月後、父は私と母に見守られながらこの世を去った。母は最後まで父の前で笑顔を崩さなかった。父を悲しませないようにと常に笑顔でいる母を見て、夫婦の強い愛というものを感じる。だがそんな母ももう父がこの世にいないことを医師から宣告されると、私と肩を抱き合いながら涙を流した。それから気が済むまで泣いた私たちは、お互いを慰め合いながら父をしっかりと見送ろうと葬儀の手配や準備を進めていった。そして何とか迎えた告別式の日。前日の通夜にも現れなかった兄夫婦は、間もなく式が始まろうという時間になっても姿が見えず、何度連絡しても返事すら返ってこなかった。葬儀の終わりがけに親戚から声をかけられた母は、どうやら兄について聞かれたようで苦笑いしながら対応している。私はお金はたかるくせに葬儀の場にすら顔を出さない兄への怒りをふつふつと募らせていった。そんな怒りをためている状態で帰宅すると、信じられない光景が目に入った。なんと家の中にある金庫の扉が開いていたのだ。金庫の中身はなく、他に荒らされた形跡もない。呆然とその光景を眺めている母の横で、私は兄の仕業だとすぐに分かった。私はすぐに兄に電話をした。電話がつながると、私は大声で叫んだ。ちょっとお兄ちゃん、金庫の中のお金を盗んだでしょ。何やってるのよ。私がそう叫ぶと、電話口から聞こえてきたのは兄の声ではなく兄嫁の声だった。うるさいわね。どんだけ大声出してんのよ。お姉さん、お兄ちゃんはどこですか？夫は今手が離せないのよ。だからもう切るわね。ちょっと待ってください。さっきも言いましたけど、うちの実家の金庫のお金を盗みましたよね。私がそう聞くと、兄嫁は隠す素振りもなくすぐに認めた。ああ、あの大金ね。盗んだ、だなんて言わないでちょうだいよ。私たちがもらっておいであげたのよ。まさか1000万もあるなんて思わなかったけど、結構溜め込んでたのね。ヘラヘラした兄嫁の態度に私の怒りはマックスになった。ふざけないでください。今日盗んでったってことは父の葬儀の最中ですよね。私たちが確実にいない時間帯を狙うなんて最低です。あなたたちがやってることは空き巣泥棒と一緒ですよ。私がそのように責めても兄嫁は動じなかった。
何言ってるのよ。息子が自分の家に帰って家にある父親のお金をもらったってだけじゃない。赤の他人じゃなくて家族なんだから別に罪にならないでしょ。悪びれた様子もなくそのように言う兄嫁に私は吐き気がした。へりくつ言ってないで父のお金を返してください。いやよ、っていうかもう使ったし。は？使った？1000万を？あのお金は借金返済に使っちゃった。え？そんな全部使ったんですか？だからそうだって言ってるでしょ。しつこいわね。苛立った声を出す兄嫁。私は兄夫婦の人間性を疑った。父の葬儀にも参加せず、挙句の果てには金庫からお金まで盗む始末。しかもそのお金を借金の返済で全て使っただなんて。私は言いようのない怒りでいっぱいになり、また叫びそうになった。すると隣にいた母がいきなり笑い出した。お母さん。母はお腹を抱えて笑っている。スピーカー状態で母にも兄嫁との電話が聞こえるようにしていたのだが、どこに笑う要素があったのだろうか。母の笑い声が聞こえてきて兄嫁も動揺している。何笑ってるのよ。大金失って頭おかしくなったんじゃないの？兄嫁がそう言うと、母は涙が出た目をこすりながら口を開いた。あら、ごめんなさい。だってあのお金は、ああ、もうダメ、笑っちゃう。何よ、気持ち悪い。まあ、あなたたちが奪っていったなら仕方ないわ。しかも使っちゃったんだものね。母がそう言うと、兄嫁の声が弾んだ。なんだ、お母さんもわかってるじゃん。そうそう、もう使ったんだから仕方ないでしょ。まだ資産とか遺産とかあるなら、私たちが全部もらってあげてもいいからね。あら、そう？それじゃあお父さんの遺産の残りも全てあなたたちがもらってくれる？ちょっとお母さん？私は突然母がそんなことを言い出してびっくりしてしまった。だが兄嫁がその発言を聞き逃すわけもなく、約束ですよ、誓約書とかも書いてもらえますからね、と鼻息を荒くしてそう言った。母は動じることなく、ええ、別に構わないわよ、と返事をした。兄嫁は喜びの声を上げて、絶対に遺産をすべてよこしてくださいよ、と念押しして電話を切った。お母さん、どうしてあんな約束をしたの？私がそう聞くと母は、実は、と驚きの事実を私に話してくれた。そして母の提案で、私たちは遺産の相続放棄をすることにしたのだ。父の遺産をもらえると分かると、兄もすぐに連絡をしてきた。父さんの遺産を全部くれるって本当か？ええ、あなたたちで遺産を相続してちょうだい。やった。それでいくらくらいもらえるんだ？あ、それは私とみゆきが相続放棄をしてからじゃないと分からないから、その手続きが終わってからでいいかしら？そうか、分かったよ。じゃあとりあえず早く相続放棄をしてくれよ。無知というのは本当に恐ろしいな。これから自分の身に降りかかる災難を何も知らない兄は電話口で声を弾ませていた。そして私と母は無事に父の遺産の相続放棄を済ませた。そのことについて兄夫婦に報告するとすぐに飛んできた。これで遺産は全部俺たちのものなんだよな。ええ、そうよ。それでいくらもらえるんだ？そうね、この家と5000万くらいの負債かしら。おお、5000万、やったー。これでしばらく遊んで暮らせるわね。いやー、母さんたち太っ腹だね。こんな財産を放棄するなんてどんだけお人よしなんだよ。本当に亡くなったお父さんにそっくりだわ。何を勘違いしているのか、兄夫婦はとても喜んでいた。いろいろとこちらは対策を練っていたが、どうやらその必要はなさそうだ。じゃあ私たちはここを出ていくから、この家の管理もよろしくね。ああ、わかったよ。この家を売っても文句はないでしょ？ええー、もちろんよ。あなたたちの自由にしてちょうだい。母がそう言うと、兄夫婦はこれ以上ないほど嬉しそうな顔をしていた。そして私と母はすぐに荷物をまとめて引っ越した。私は会社に申請をしてリモートワークに切り替えてもらい、他県にある母の地元に引っ越した。こうすれば後々兄夫婦が真実に気づいても私たちを探し当てることはできないだろう。そしてそれから 1,2 ヶ月ほどが経った頃、案の定兄から連絡が来た。おい、どういうことだよ。通帳に5000万が振り込まれるどころか請求の書類が来たぞ。
慌てた様子でそのように言ってくる兄に、私は笑いをこらえつつ言ってやった。何言ってるの、当然でしょ。あなたが相続したのは5000万の負債だもの。だからその5000万が入ってきてねって言ってんだよ。この人はどれだけアホなのだろうか。あのね、負債って言葉知らないの？借金って意味よ。え？お兄ちゃんはお父さんの借金5000万を相続したの。ちょっと待てよ、そんなの認めた覚えはないぞ。っていうか借金が相続されるっておかしいだろ。お兄ちゃんって本当に何も知らないんだね。借金も財産の一部なのよ。つまりお兄ちゃんはお父さんの財産を全て相続したんだから、お父さんの借金もお兄ちゃんのものになるの。そんな、俺は認めねえぞ。相続放棄をする。ようやく私と母が準備していたことが言える。残念だけどそれはできないわ。どうしてだよ。だってお兄ちゃん、お父さんの1000万を勝手に使ったでしょ。財産を使ったことで単純承認というのが認められるのよ。別に言葉は覚えなくていいわ。とにかくお兄ちゃんはどう転ぼうがお父さんの財産を相続することになってたのよ。そんな、それじゃ俺は5000万の借金を背負わなければいけないのか。その通りよ。よく理解できました。母さんに代わってくれ。母さんに説明して支払いの援助をしてもらう。さっきからスピーカーで聞いてるからその必要はないわ。それにお母さんを頼ろうったって無駄よ。私とお母さんはもうお兄ちゃんとは縁を切ることにしたから。なんだって。散々お父さんのこと利用しておいて、葬儀には来ない、そして金を盗むなんてことしておいて、まだ家族でいられると思ってたの？っていうかお父さんからたかったお金の総額数えたら5000万くらいいくんじゃない？お兄ちゃんいつもお金を貸してって言ってたし、今が返す時なんじゃない？ふざけるな、俺はもらったんだよ。まあどっちでもいいけど、借金の返済頑張ってね。それじゃ。私は電話を切るとすぐに着信拒否をした。電話の最中に兄嫁が発狂する声も聞こえていた。これから兄夫婦は借金を必死に返す日々を送ることになるだろう。ちなみに実家は古すぎて値段がつかないことはすでに調べ終わっているので、兄夫婦が家を売って金にしようとした時に絶望するのも目に見えている。だがあれほど父のことを利用したのだから、これくらいの仕打ちがあってもいいと思う。私は今まで貯めた貯金を使いながら母の老後をサポートしていこうと思う。そして親子仲良くいつまでも幸せな日々を過ごしていこう。もうやめなよ。ああ、お前に関係ねえだろ。確かに関係ない。ただ目障りなんだね、バカの負け惜しみって。やっぱそう思うだろ。貧乏人はこれだから嫌なんだ。お前もたまにはいいこと言うじゃん。はあ？お前のこと言ってんだけど。はあ？バカはお前だろ。中卒で学がないってお前もじゃん。しかもお前は学がない上に人への気遣いも知らない。愛理ちゃんの方が人としては断然優れてるね。もうお前は財産受け取れないんだから、早くタワマン帰れよ。私はさやか。40歳の壁が目前へと迫っているが、未だに独身である。これまでそれなりに恋愛はしてきたが、結婚には至っていない。男運がないと言ってしまえば身も蓋もないが、歴代彼氏たちは父親の存在を知ると皆目の色を変え結婚を迫った。私の父親は土地持ちであり、要は地主だ。今では所有する多くの土地を売却し、父親の手元に残っているのは両手で足りるほどのものではあるが、中には商業ビルや賃貸マンションを建てた土地もあるから、テナント料や家賃収入ががっぽりと父親の懐に入る。私の実家は都心ではあるが、昔はそこまで賑わっていた場所ではない。しかし多くの土地を所有する場所にそこそこ大きな駅ができたことで土地開発が進み、土地の値段が一気に跳ね上がった。そのことにビビり倒した父親は高額な税金を納めることを苦に、多くの土地を売却した。そのおかげで父親はさらなる富を築き、好きなことをして暮らしている。私は昔から両親が外で働く姿を見たことがない。学校へ通い出すまでは親とは働かずに家でずっと好きなことをしていられるものだと思い込んでいたほどだ。
あ、母親に至っては家のことを完璧にしていたからきちんと自分の仕事をこなしていたと思っている。しかし問題は父親だ。父親は家にいればゴロゴロしながらテレビを見る、競馬実況に明け暮れる。私はそんな父親の姿が嫌で嫌でたまらず、絶対にこんな大人にはならないと子供の頃から思っていた。そしてそんな父親を反面教師にした私は現在税理士事務所の職員として働いている。我ながら堅実な仕事に就いたと思っている。まあこれもある意味父親のおかげと言えるかもしれない。父親は決して悪い人ではない。いつも家にいるからよく遊んでくれたし、いろんなところへも連れてってくれた。だけどやはりどこか自由人で、私がじっとおもちゃを見つめたものならそれが欲しいのかとどんどん購入してしまう。そんな時いつでも母親は困り顔だったが、父親をいさめることはない。両親からの愛情は確かに受けていたとは思う。しかし彼らのやり方は間違っていたと確信している。というのも三つ上の兄は未だにお金は湯水のごとく溢れ出てくるものだと思っているのだ。兄は小さい頃からはっきりと欲しいものをねだる。それに父親はノーと言ったことはない。そして兄は父親同様定職へ就いたことはない。仕事もせず毎日遊び歩いている。そんな兄から話があると呼び出された私は久しぶりに実家へ帰省した。俺結婚するから。いきなり兄から結婚宣言をされた。これには驚きを隠せなかった。遊び倒している兄が結婚。私は毎日懸命に働いているというのに、遊びほうけている兄の方が先に結婚するとは。驚きとともに若干の羨ましさを感じたものだ。愛理は同居したいって言ってるからいいよね。父親は二つ返事だったが、母親の表情から察するにあまり好意的には思っていないようだ。結婚って兄貴彼女いたの？ああ、いつも行ってるパチンコ屋で出会ってな。あいつも常連だから顔を合わせることが多くてさ。常連。実に引っかかる言葉である。常連って彼女さん仕事は？してねえよ、俺と一緒。うわあ、もうやばい匂いしかしない。まあ、あいつはまだ若いし可能性は無限だろ。は？何の可能性？っていうか相手いくつ？23だったかな。うわ、兄貴あんたいくつよ？あ、41。だいぶ年の差あんじゃん。だからお前は結婚できないんだよ。なんだと？兄に年の差なんて関係ない。俺たちの出会いは運命だったんだ。あのさ、運命だってんなら自分で切り開けよ。親の金使って遊び倒して何が運命だよ。金は天下の回し物だ。持ってるやつがじゃんじゃん使わなきゃ経済が豊かにならないだろ。それを言うなら回り物だろ。しかもそれって裕福は永遠に続かないって意味が含まれてるからね。まったくお前は小賢しいな。だから結婚できねえんだよ。なあ、今の爆弾投下だからね。まあまあ兄弟喧嘩はよしなさい。いや、誰のせいでこうなってると思ってるんだ。こうなっているのも両親が子供たちを甘やかしたからではないか。結局この言い争い以来、私と兄は顔を合わせても会話はほぼゼロだ。兄はいろいろとちゃちゃを入れてくるが、私は相手にする気にはなれなかった。時々実家へ帰り、結婚後の兄夫婦の様子を目にすることはあるのだが、まあ想像通りだよね。二人はいつでもゴロゴロしているだけ。家にいないかと思えばパチンコに明け暮れている。さやがちゃん、これあげるよ。彼女は私と会うたびにパチンコの景品をくれようとする。彼女なりに気を使っていることはわかる。しかしその気遣いは間違ってはいないだろうか。娯楽は自分のお金で楽しむものだ。両親から渡されたお金で得たものをもらう気になどなれなかった。いらないです。あ、そっか。いつもこの会話で終わりだ。彼女は何かと私に話しかけようとしていたが、私はそれを遮断していた。そんなある日のことだ。彼らが結婚し半年ほど過ぎたところで父親が病に倒れた。母親は必死に父親の看病をしていたが、高齢ということもあり、私も仕事の合間を縫って父親のケアを手伝った。兄は言わずもがな何もしない。
分かりきっていたことだが腹が立つ。両親の子育ては間違っていたとは思うが、今の人生があるのは彼らのおかげである。その恩を返すことは当然のことであり、また子供として弱った両親を気遣うことも当然のことだ。しかしここで意外な行動を見せたのは愛理だった。彼女は両親のサポートを懸命にしてくれた。さやかちゃん、お仕事大変なんでしょ？今日はもう帰っていいんじゃないかな。後のことは私がしておくから大丈夫よ。後から思えば本当に申し訳ないと思う。しかし私はこの時、余命いくばくもない父親の財産が目当てなのだろうと、彼女をうがちすぎた目で見てしまった。大丈夫です、私がやりますから。かなりツッケンドンに対応してしまったと思う。しかし愛理は少しだけ悲しそうに笑った。あの、今までごめんね。突然の謝罪に頭が追いつかなかった。私すごい貧乏な家に育って、家族も離散しちゃってるから、中卒でいろいろ働いてはみたんだけど辛くて娯楽に逃げちゃった。そんな時彼と出会って、豪快にお金を使う姿をかっこいいなって思っちゃって、それで結婚して、働かなくてもお金って手に入るんだって、こんな生活があるんだって嬉しくなって。でもさやかちゃんはそんな私やお兄さんが嫌いだよね。そうですね、大嫌いです。ごめん。もう調子が狂う。なんで嫌いだと思っているのに、言ったら言ったでこっちが罪悪感を感じなければならないのか。あのね、私今できることをするから。は？さやかちゃんみたいな人と初めて出会ったの。お家が裕福なのに自分の足で立ってる人、今までの人生で私の周りにはいなかった。本当はさやかちゃんみたいな人がかっこいい人なんだよね。私さやかちゃんを見てて分かったの。私はただただ自分の環境を誰かのせいにしてただけ。自分の人生は自分で変えていかなきゃだよね。お父さんとお母さんにはたくさんお世話になってるから、その分私も二人のために何かしてあげたい。だから信じてなんて言えないけど、私二人のことちゃんとケアするから、さやかちゃんも無理しないでね。彼女は若いけどとてもいい子だった。環境を憂う。私たちはそれぞれ別の環境を生きてきたが、私も彼女と通ずる思いがある。あの兄貴にしては見る目があったようだ。それからというもの、愛理は有言実行とばかりに両親へのサポートへ当たってくれた。そのおかげで母親の負担は大幅に減ったし、私の仕事が滞ることもない。そして父親は半年の闘病生活後、天寿を全うした。その間、愛理はずっと手厚いケアを行ってくれていた。その頃には私の愛理へ対する感情は以前のものではない。両親に寄り添ってくれた彼女に感謝の気持ちを持っていた。しかしその彼女とは真逆である兄は、父親の看病に一切の手を貸さなかった。それなのに弁護士を含めた相続の話し合いで、兄はとんでもない言葉を言い放ったのだ。土地と遺産の一億は長男である俺が相続するからな。さらなる金持ちになれると有頂天な兄はにやつきながら言った。はあ？それ全部兄貴が相続するってこと？当たり前だろ、俺長男だし。お母さんの分はいらねえだろ。これからは俺が母さんにお小遣いあげるから。いくら？母さんも年だし、あまり金を持たせてもな。そうだな、月1万円かな。はあ？桁が違うだろ。さまさま、なんで兄貴が全部相続するって話になるの？だから俺は長男だからな、弁護士の先生。あ、それはないでしょう。弁護士はさらっと否定した。はあ？なんで？なぜならあなたは生前贈与されてるじゃないですか。はあ？弁護士の話は寝耳に水だった。彼曰く結婚後、金の無視に限度がなくなった兄に、さすがの父親もうんざりしていたという。危機感を抱いた父親は弁護士と話し合い、兄には生前贈与という形で財産を渡していた。
そしてその書類に兄はサインをしているとのことだった。あなたとの合意はきちんと取れていますよね。兄はちっと口を鳴らした。親父がもういないんだからそんなの無効だろう。無効ではありません。あなたには書類の一字一句を読み上げて説明し、それをあなたは受け入れているではありませんか。は？だから？だからあなたは財産を受け取ることはありません。あっそ、じゃあいいわ、裁判するから。そうですか。ではその際は私が責任を持って対応させていただきますね。金ならいくらでもあるからな。じゃあもうこの家には用はないから出てくわ。出ていくってどこに？タワマン買ったんだ、現金一括でね。じゃあアイリー行こう。兄がアイリーの手を取ると彼女はそれを思い切り振り払った。行かない。あ？私は行かない。そのマンションにも住まない。離婚する。ま、何言ってんの？あなた、お父さんの入院中一度も顔出さなかったね。いつもあんなに助けてもらってたのに。いや、親が子供の面倒を見るのは当然だ。だけどその逆はないだろう。親は子供に迷惑をかけないことが絶対条件だろう。そうだね。私も親の立場だったら子供に負担はかけたくないよ。でも目の前で親が苦しんでたら手を差し伸べるのが自然でしょう。お前の親じゃねえじゃん。もうそういうところが嫌なの。私絶対離婚するから。ふざけんな。俺が今までどれだけお前に金使ってやったと思ってんだ。そのお金はお父さんからもらったものでしょう。あなたはただ横流ししただけ。ああそうかよ、じゃあいい。お前なんて若さしかない中卒女だからな。俺はこの先もっと金を掴んでいい女を手に入れるから。結局お前も金が好きなんだろ。親父はお前にも生前贈与で金を渡してるもんな。貧乏人のお前はそのビビたる金で目がくらんだんだろ。いいか、断言する。お前は一人でなんて生きていけないよ。だって学のないバカだからな。アイリーは兄から罵倒され唇をかみしめ黙り込んだ。もうやめなよ。ああお前に関係ねえだろ。ああ確かに関係ない。ただ目障りなんだね、バカの負け惜しみって。やっぱそう思うだろ。貧乏人はこれだから嫌なんだ。お前もたまにはいいこと言うじゃん。は？お前のこと言ってんだけど。ああ？バカはお前だろ。中卒で学がないってお前もじゃん。しかもお前は学がない上に人への気遣いも知らない。愛理ちゃんの方が人としては断然優れてるね。もうお前は財産受け取れないんだから早くタワマン帰れよ。やっぱりお前はバカだな。俺はお前みたいに汗水垂らさなくても簡単に大金を手にすることができる。吠え面かくなよ。そっちのセリフだよ。兄は勝ち誇った謎のドヤ顔を決めて実家を出て行った。その後兄夫婦は離婚し、愛理は新たな道を進み始めている。そして兄はあの後財産をかけた裁判を本当に起こした。しかしあえなく撃沈している。判決は半年も経たないうちに下された。その結果兄は弁護士が言った通り残りの遺産を受け取ることはできなかった。そして兄は速攻で母親に助けを求めている。なぜなら兄はマンション経営を始めていたのだが、その施工会社にお金を持ち逃げされたから。その額は3000万ほどと聞いている。しかしこれまで湯水のようにお金を使っていた兄の元には貯蓄がない。彼は父親の財産をあっという間に食いつぶしたのだ。兄は1から10まで母親に説明し、俺かわいそうでしょキャンペーンを実施していたが、母親は頑なにお金を渡すことを拒否。お金をもらえなかった兄が次に頼ったのはアイリーだ。しかし彼女もまた門前払いだった。頼む、もうお前しか頼れる人がいない。兄は私を持ち伏せし泣きながら訴えた。タワマン売れや。それが売れないんだよ。8000万で買ったのに5000万にしかならないって言うんだ。じゃあそれ売れよ。そんなことしたら住むところがなくなるだろ。自立しろ。独り身なんだからワンルーム賃貸4万で十分やっていけるでしょう。そんなことできない。あっそ、勝手にすれば。私には関係ないことだから。たった2人の兄弟だろ。そうだよ。
だからあんたのために言ってやってんじゃん。自立しろって。ありがたい妹からの言葉だと思いなさいよ。じゃあ私忙しいから。私は立ち尽くす兄を置いてその場を去った。その後兄はタワマンを5000万ちょいで売り、賃貸アパートへ引っ越したそうだ。しかしそのお金もパチンコへとあっという間に消えていったと聞いている。これまで働いたことのない兄が仕事をすることは考えにくいが、今のところ物乞いに来ることはない。一方私は自分の税理士事務所を立ち上げた。そしてアルバイトとして働いているのはアイリーだ。彼女は父親の残してくれたお金を使って夜間高校へ通っている。将来は大学まで進み税理士として働きたいのだそうだ。彼女はとても地頭がいい。これまで環境に恵まれなかったことが以前の彼女を作り上げたのだろう。しかし彼女はその環境に立ち向かおうと必死に努力をしている。私はアルバイトとして彼女を雇い、仕事の傍ら彼女に勉強を教えている。彼女は環境のせいにしないをモットーに日々頑張っている最中だ。私はこの先独身である可能性が高い。しかしそれでいい。私はこの仕事が大好きだ。まだ父親の残してくれたものには全く手をつけていないが、引退した暁には田舎に家を建ててゆっくり余生を過ごそうと決めている。一体そいつは誰の子だ。俺は無精子症だぞ。出産を終えたばかりの私にそう怒鳴ってきた夫。わけが分からず私が焦っていると看護師のみゆきが間に入ってくれた。出産後の女性に過度なストレスを与えないでください。それに出産直後に無精子症を主張してくるなんて怪しいと思いますが。私の名前は明美、30歳の会社員だ。夫の高志とは結婚して4年が経った。私たちはそれなりに幸せな結婚生活を送っていた。共働きで収入も安定しているし、趣味嗜好なども似ているので一緒に楽しめるものが多い。だが一つだけ問題があった。それは子供がなかなかできないことだ。私たちは早くから子供が欲しかったというのもそうだが、義母がとにかく孫はまだかとせかしてきていた。義実家に行くと私はいつもそのことについて義母から口うるさく言われていた。あけみさん、子供はできそうかしら。ご近所さんとこの娘さんは無事に男の子を産んだそうよ。あなたにも早く子供を産んでもらわないと困るんですけど。すみません。子作りには励んでいるんですが。義母は怖い顔をして私をにらみつける。その度に義父が義母を制してくれるのだが、私にとっては義母からのプレッシャーは結構きつかった。妊活も頑張ったし、ネットとかでいろいろと情報を調べたりもした。それでもなかなか子供はできなかった。あなた本当に役立たずの嫁ね、この馬爪が。義母はそう言っていつも私のことを罵倒してきた。きっと義母からのプレッシャーで子供ができにくかったのもあると思う。そろそろ不妊治療とかしてみたら。ある日夫がそんなことを言ってきた。え、してみたらって私に原因があるみたいな言い方しないでよ。だって俺には絶対に原因はないし。そんな、私に治療だけを受けさせようとするなら、まずはあなたも一緒に不妊の検査をしてよ。いや、必要ないね。俺は絶対に原因はないから。夫はそう言って私にだけ不妊検査や治療を受けさせようとしてきた。そんな言動をする夫に少なからず不信感を抱いたのは確かだった。でも結婚して4年が経つし、確かにここまで子供ができないのはどちらかに問題があるからなのかもとは思っていた。そんな風に夫への不信感や義母からのプレッシャー、そして自分が不妊ではないかという不安から、私は精神的にかなり追い込まれていた。そんな時だった。え、嘘。本当ですよ。おめでとうございます。普通なら来る周期だったのに、来なくてもしかしてと思い産婦人科に行った私。すると医師から妊娠していることを告げられたのだ。私は嬉しくなってすぐに夫に報告。夫は本当か、でかしたぞと私のことを褒めてくれた。そして今回は義母も大喜びして
私に嬉しい言葉を言ってくれた。ようやく嫁としての責務を果たしたわね。ちゃんと栄養のあるものを食べて健康でいなさいよ。ギフはもともと優しい人だったが、妊娠を報告した時はいつもよりもさらに優しかった。妊娠おめでとう。孫の顔が見られるのはとても嬉しいよ。何か大変なことや頼りたいことがあったらいつでも言ってね。ここまで義実家の人たちに喜んでもらえて私は嬉しかった。子供が生まれたらきっとみんなさらに優しくなるのだろうな。そうすれば私にも優しくしてくれるだろう。そんな風に思っていた。実際妊娠が分かってからの夫や義母はとても優しかった。あけみ、洗い物なんてしなくていいぞ。俺がやるから休んでなよ。ありがとう。早めに産休取って体に負担をかけないようにしろよ。うん。夫は普段家事なんてほとんどしてくれなかったのだが、今は自ら率先してやってくれている。そして義母も私にびっくりするほど優しかった。あけみさん、無理をしないでね。私がお昼ご飯を作るわ。ありがとうございます。義母は日中に家に来ては掃除や洗濯をしてくれた上に、私の分のお昼ご飯まで作ってくれていた。人が変わったように優しくしてくれた二人に戸惑う部分も多少はあったが、それでも初めての妊娠で大変な部分の方が多かったので、サポートしてくれるのは本当にありがたい。私は3年前に母を亡くしており、里帰りすることができない。というのも父は家事は全て母に任せて全くやってこなかった人だからだ。だから里帰りで実家に帰ったとしても、逆に私が家事をやる羽目になったりとゆっくりできないのだ。そのため義母が私の代わりに家事をしたり買い物に行ってきてくれるのはとても助かる。それから私は順調に出産の準備を進めていき、つわりなども落ち着いてきた。もうすぐ生まれるわね。旦那さんとかみんな楽しみにしてるんでしょ。そうなのよ。ちょっと期待値が高すぎて怖い部分もあるけど、それでも嬉しいわ。私も看護師として明美の出産に関われるのは嬉しいわ。そうやって私と話しているのは高校時代からの仲良しで、看護師のみゆきだ。私はみゆきがいるからこの産婦人科に通っている。やはり学生時代の同級生がいるだけで安心できるし、仲のいい友達がいるならなおさら心強い。最近は義実家の人ともいい関係が築けているし、このまま幸せな日々を送れるだろうと思った。だがそんな私の期待は裏切られることになる。それはついに陣痛が来た日のことだ。私はすぐに夫に電話をした。だが仕事が忙しいのか出てくれなかった。もうすぐ予定日だということは伝えていたはずなのに、どうして出てくれないのだろうか。私は義母に電話を入れたのだが、義母も電話に出てくれなかった。そのため私は仕方なく自分でタクシーを呼んで病院へと向かった。陣痛の痛みに耐えながら病院に行くと、すぐにみゆきが私の元に駆けつけてくれた。あけみ、大丈夫？痛い。ゆっくり呼吸をしてね。私がそばにいるし、先生もいるから安心して。そして元気な赤ちゃんを産もうね。私はみゆきのおかげで少しリラックスすることができた。夫や義母にはもう連絡をする余裕はなくて、私はもう出産のために分娩室に入った。そして約10時間後、無事に赤ちゃんが生まれた。可愛い女の子だ。私は初めての出産でヘトヘトになりながらも、初めて見る我が子に感動した。これが私の子、本当に可愛い。我が子を抱き上げるとこの上ない幸せを感じた。そんな幸せの絶頂にいたタイミングで、病室に夫と義母がやってきた。やっと来てくれたんですね。私は夫と義母の顔を見たことでほっと安心した。二人ともどうして連絡がつかなかったのかはわからないが、それでも来てくれてよかった。赤ちゃん、とても可愛いわよ。抱いてあげて。だが、私がそう言っても、夫と義母は私の子に近づこうともしなかった。どうしたの？
私がそう聞くと、夫は私を蔑むような目で見て驚きの発言をした。一体そいつは誰の子だ？え、誰の子って、もちろんあなたとの子だけど。俺は無精子症だぞ。え、どういうこと？いきなりそんなことを言われて戸惑う私。これってお前が不倫をしているということだよな。だって無精子症の俺からは子供は生まれないもんな。出産を終えたばかりの私にそう怒鳴ってきた夫。そして義母もそれに便乗して私を責めてきた。やっぱりあんたはとんでもない嫁だったわね。たぐらんを計画していたってことだろう。油断も隙もありゃしないよ。ちょっと待ってください。一体何のことを言ってるんですか？わけが分からず私が焦っていると、看護師のみゆきが間に入ってくれた。ちょっとあなたたち何をしてるんですか？ここは病院です。静かにしてください。邪魔しないでおくれ。私たちはこの女の悪事を今暴いていたところなんだから。そう言ってみゆきを追い払おうとする義母と夫だが、みゆきは一歩も引かなかった。出産後の女性に過度なストレスを与えないでください。事情はどうあれ、そうやって追い込んでもし彼女が命を失うようなことがあったらどう責任を取るんですか？みゆきがそう言うと二人は少し動揺した。え、命を失うんて何を言ってるの？出産直後は産後うつになりやすい人が多いんです。私たちには産後の女性を守る義務があります。これ以上彼女にストレスを与えるというのなら、ここから出て行ってもらうことになりますが、それに出産直後に無精子症を主張してくるなんて怪しいと思いますが、まさか無精子症だと嘘をついて彼女に無実の罪を着せようとしていませんか？みゆきがそう言うと夫と義母は激しく動揺した。そんなわけあるか。そうよ、あんた看護師のくせにそんな発言をしていいと思ってるの？看護師だからですよ。普通あなたが無精子症だということを知っていたのなら、妊娠が分かった時点で自分の子ではないと主張しませんか？それはその夫と義母は言葉に詰まらせている。そんな中でこの出産直後を狙ってくるというのは怪しいと思いますよ。そんなことないわよ。そうだぞ、何適当なこと言ってるんだ。それでは DNA 鑑定をしますか？え？DNA 鑑定？あなたが絶対に子供ができないというのなら、 DNA 鑑定をすればあなたの子ではないことが証明されるでしょう。それは夫と義母にはさっきの勢いはなかった。とにかく俺の子ではないんだ。不倫の慰謝料を請求させてもらうし、認知だってしないからな。私は産後疲れでうまく頭が回らなかった。だがみゆきがまた代わりに対応してくれた。そちらを請求する際にもやはり DNA 鑑定が必要でしょう。とにかくこれ以上は彼女に多大なストレスを与えますので、どうかお引き取りください。みゆきが毅然とした態度でそう言うと、夫と義母はしぶしぶ了承して帰っていった。二人が帰るのを確認すると、みゆきは私に謝ってきた。ごめん明美、勝手なこと言って。いやいや、私をかばってくれてありがとう。本当に助かったわ。それにみゆきの言う通り、あの人不倫してそう。ちゃんと調べて戦うわ。まずはゆっくり休んで。うん、ありがとう。みゆきがいる産婦人科にいて本当に良かったと心底思った。それから私は栄養のある食事を病院で食べて元気になり、退院後はすぐに更新所に調査を依頼した。調査結果が出るまではあまり気乗りはしなかったが、実家へと帰った。お父さん、久しぶり。ああ、よく帰ってきたな。出産大変だっただろう。お疲れ様。仕事で病院に行けなくてすまなかったな。いや、大丈夫。私は父のことがあまり好きではなかった。いつも寡黙で何を考えているのかわからないからだ。なんとなく亭主関白のようなところもあるし。だが孫の顔を一応見せないとと思ったし、それに今は夫がいる家には帰りたくなかった。それから私は実家で娘と父と一緒に過ごした。
そして更新所の調査結果を待っている間に弁護士に相談し、いつでも戦える準備をした。そんな中、いきなり夫と義母が私の実家に押し寄せてきた。一体どうされましたか？父は二人が来ても冷静に対応していた。というより、私がちゃんと説明をしていなかったから、なぜ二人が来たのかよくわかっていないのだろう。お父さん、明美は不倫をしています。僕は無精子症で子供ができるわけないんですよ。それなのに僕の子供だと言い張り、企んを計画していたんです。お父さんからも怒ってやってくれませんか？財産分与さえちゃんとしてくれれば、慰謝料は請求しませんから。つらつらとありもない嘘をつく夫。だが父は古い考えの持ち主だ。夫や義母の味方をしてしまうかもしれない。すると父は一言こう言った。お引き取りください。え？娘がそんなことをするはずがありません。お引き取りください。ちょっとお父さん、話を聞いていましたか？僕は無精子症なんですよ。だとしたら、明美が妊娠しているのはおかしいですよ。だったら、DNA 鑑定をすればいいだろう。それを証拠の診断書などを見せずに、子供ができない体と主張するのは怪しすぎるだろう。せっかく私が切れずに、穏便に済まそうとしているんだ。それくらい気づかんか、バカ者。父は、だんだん自分を抑えられなくなったのだろう。最後は鬼の形相で、夫と義母を睨みつけてそう叫んだ。あれ、ここはお前たちのような嘘つきが来る場所じゃない。父に怒鳴られてビビってしまった義母と夫は慌てて実家から逃げていった。お父さん、ありがとう、守ってくれて。気にするな、うるさい状況が嫌だっただけだ。お父さんは私のこと信じてくれるの？もちろんだ。お前は俺と血のつながった娘だぞ。お前のような性格のいい子がそんなことするわけないだろう。私は涙が止まらなくなった。父が私のことを無条件に信じてくれたことがとても嬉しかった。私の中で勝手に作ってしまっていた父への壁が一気に消えた瞬間だった。その後、更新所の調査結果が来て、夫が不倫していたことが分かった。私は弁護士を通して夫と不倫相手に離婚と慰謝料を請求。さらには夫に DNA 鑑定もしてもらった。最初は渋っていたが、話を聞きつけた義父が怒って無理やり DNA 鑑定をさせた。すると私の子供は夫の子だということが判明。そして夫を問い詰めると、無精子症だと主張して私の有責で離婚して不倫相手と一緒になろうとしていたことが分かった。夫は嘘をついていた内容が悪質だったことから、慰謝料の額は600万になった。不倫相手からは300万を支払ってもらえるようだ。子育ての資金にするにはいくらあってもいいのでありがたい。夫は今回の件で義父から感動されたそうだ。そして義父は義母に離婚を突きつけて家から追い出したそうだ。夫は不倫相手が自分よりもかなり若いことをいいことに、義母に若いから出産も何度かできるし、男の子を産める確率も明美よりも高いと言って、私を追い出す計画に協力してもらったようだ。私にみゆきや父という味方がいて本当によかった。二人がいなかったら私一人で対抗することは難しかっただろう。私は無事に元夫と不倫相手から慰謝料を支払ってもらい、さらには元夫には養育費も請求した。元夫は多額の借金を背負いながら、さらには家に転がり込んできた義母を養っているそうだ。そのせいでお金がどんどんなくなり、結局不倫相手から捨てられたそうだ。だが容赦なく借金の支払いは続くので、今は精神的に疲弊しながら貧しい生活を送っているらしい。本当にいい君だ。一方、私は実家に戻って父と一緒に暮らしながら娘を育てている。みゆきは定期的に遊びに来てくれて、一緒に子供をあやしてくれている。これからも私は周りの人に支えてもらいながら、娘を立派に育てるために一生懸命働いていこうと思う。私たちだけでタワマンに引っ越すから、金食い虫で寄生虫のあんたは置いていくわ。そう言って私を邪魔者扱いしてくる母と姉。私の我慢ももう限界だった。じゃあタワマン売るか。数日後、
母と姉は慌てた様子で私に電話をしてきた。一体どうなってるのよこれは。どうして私たちの家がこんなことに。私の名前は香織、35歳の会社員だ。私はずっと仕事に打ち込んできたせいで恋愛を全くしてこなかった。その代わり収入はかなりいい方だ。今でも長く働いている方が恩恵は受けやすいようで、私は福利厚生などがしっかりしている会社で手堅く稼いでいる。だが恋愛をしてこなかったからこそ、親には花嫁姿を見せられていない。それは本当に申し訳ないと思っている。だからせめてもの恩返しとして、私は実家に毎月仕送りをしているのだ。そしてつい最近、私は実家に戻り両親と一緒に暮らしている。それは父の介護を手伝うためだ。父は足腰を悪くしてしまい、ある時から介護が必要な状態になってしまった。だから私は実家に戻って母と一緒に父の介護をしている。とはいえ最近は母は介護も家事もせずに、何でもかんでも私任せだ。一体あとどれくらい父や母のために尽くせばいいのだろうか。そのことについて私は父に相談をしてみた。私の負担ばかり大きくなっていると。すると父はいろいろと配慮をしてくれて、日中にはデイサービスを呼んでくれるようになった。だが母はデイサービスを嫌っていた。赤の他人を家に入れるなんてどうかしてるわ。いつか問題を起こされるわよ。お母さん大丈夫だと思うよ。だっていつも日中にはお母さんがいるじゃない。だからなんなのさ、私だって出かけることはあるんだよ。毎回毎回座られたら困るのよ。そんなことを言われても、毎回私に丸投げ状態の母の方が私にとっては厄介だ。だがいつまでも母の愚痴を聞いているわけにもいかない。そのため私は会社に相談をして在宅ワークに切り替えてもらった。これでかなり不安がなくなるだろう。母が悩んでいることのほとんどはしらみつぶしにしてきたはずだ。日中のデイサービスの対応も私がしているし、家事だって私がしている。母は毎日だらだら過ごすだけでもご飯が出てきて、それなりに贅沢な生活が保障されている。正直ここまでやってあげている私は自分でも偉いと思う。だが母から感謝をされたことは一度だってない。母からするといつだって母は正しくて、私は間違っているらしい。あんたは昔から何を考えているのかよくわからない子だったわよね。今だってその目の奥では小ずるいことを考えてるんでしょう。いやいや考えてないよ。私はあくまで効率重視に過ごしているから、少し不愛想に感じるところがあるのかもしれないけど、基本的にはお母さんのこともお父さんのことも大事に思ってるよ。じゃないと仕事をしながらこうやって家事をしないでしょ。私がそのように自分の意見を言うと、母は鼻で笑ってきた。ああ、何が仕事よ。もしかして家でポチポチとパソコンで遊んでるのが仕事だとは言わないわよね。え、それが仕事なんだけど。はあ、呆れて物も言えないわ。つくのならもっとリアルな嘘をつきなさいよ。あんたはこの家に寄生している寄生虫でしょうが。お父さんはなぜかあんたのことを気に入っているようだけど、私にはあんたの正体が見抜かれてるってことを分かってちょうだい。そんな、正体だなんて、私は私でしかないよ。はあ、本当は一緒に暮らすのはあんたじゃなくて、ひとみとの方がいいんだよ。ひとみとは私の姉のことだ。母は姉のことをとても気に入っている。理由は単純明快で、姉はとても綺麗だから。子供の頃からその可愛さでいろんな男の子と大人を虜にしていた。母は姉をいつも連れて歩いていた。そうすれば絶対に声をかけられて褒められるからだ。姉と一緒にいれば自尊心が満たされるのだろう。そのため母は姉にはとことん甘かった。何でも欲しいものは買い与えていたし、高級ブランド品とかも躊躇なくあげていた。一方で私はそういう高価なプレゼントはもらったことがない。いつも姉のお下がりで適当に済まされる。だから欲しいものは自分で手に入れないとと思った。そのため私は一生懸命に勉強して学校でいい成績を残した。そしていい高校、いい大学に行くことで収入の高い仕事につけて欲しいものが買えると思っていた。そしてそうやって結果を残すと父がとても褒めてくれた。
だから私は勉強を一生懸命に頑張れたのだと思う。今の私があるのは全て父のおかげだ。私は高校大学と有名ないい学校に進学すると、大学卒業後には大手企業に就職することができた。そこで一生懸命に働き、がむしゃらに結果を残すために頑張った。そのため現在はかなり稼ぎが高いし、仕事ができるから在宅ワークもすんなりと許可してもらえている。正直家事をしながら父の介護と仕事をするのは大変だが、大学まで通わせてくれた上に姉と分け隔てなく接してくれた父への恩返しはしたかったので、母から何を言われても私は実家で両親と同居している。だがそんな生活が急に終わりを迎えてしまった。父が病気で急に倒れてしまったのだ。お父さん大丈夫？いきなり倒れた父に呼びかけたが返事はない。私はすぐに救急車を呼んだ。救急隊の人がやってきて父に声をかける。だが全く反応がない。私は気が動転していて、それからのことはよく覚えていなかった。気がつくと病院に着いていて、治療が終わるまでベンチに座っていた。長かったような気もするし、一瞬のようにも感じる。父が助かってさえいてくれればいい、そう思いながら待っていた。だが現実はとても残酷だった。父は助からなかった。父はそのまま亡くなってしまったのだ。私は悲しくて悲しくて仕方なかった。どうして父が亡くならなければならなかったのだろうか。せめて最後の挨拶くらいさせてほしかった。父が亡くなる前にもっといろいろ感謝の気持ちを伝えたかった。父が倒れた時、母はちょうどお友達とランチに行っていた。だから私が何度電話をしても無視されたし、父が倒れて救急車に運ばれたというラインを送っても既読はついていなかった。母が病院にやってきたのは父が亡くなってからだった。あなた、どうしてなの？白い布をかぶされている父を目の前にして母は泣き崩れた。そして次の瞬間に私を責め立ててきた。どうしてもっと早く教えてくれなかったのよ、このバカ娘が。何言ってるのよ、私は何度も電話をかけたわ、 LINE だってしたわ。それをどうせ大したことない連絡だと思ったんでしょう。うるさいわね、友達とお茶してたんだから仕方ないでしょ。だったら私のこと責めないで。私だってお父さんにお別れの言葉を言えなかったんだから。私がそこまで言って初めて母はようやくおとなしくなった。そして二人とも父を失ったショックが大きすぎて泣いていた。だが泣いてばかりもいられない。私は父の葬儀の手配と準備を進めるためにいろいろと動いた。母は泣き崩れてて動けそうにもなかったので、私が率先して動くしかなかった。そして姉にも連絡をして葬儀に来てもらった。姉とは仲が良くなかったので会うのは数年ぶりくらいだった。葬儀とかかったるいんだけど。姉の第一声はそれだった。私はありえないと思った。どうしてそんなことが言えるの？自分の父親の葬儀なんだよ。だって長時間拘束されるんでしょ。本当にめんどくさいわ。最低ね。お父さんはお姉ちゃんにもいろいろとしてあげたじゃない。高校も専門学校もお父さんが学費を出したんだよ。はいはい、説教とかいいから。それで遺産っていくらもらえんの？はあ？葬儀がこれから始まるって時に何言ってるの？いや、葬儀の時に大事なのってそれくらいでしょう。本当にひどすぎる。どうしてこうも自分中心の考えしかできないのだろうか。私はとことん呆れてしまった。だが母も母で、父の死よりも姉に久しぶりに会えた喜びの方が勝っていたようだ。ひとみ久しぶりね、会いたかったわ。お母さん元気だった？ひとみに会えないから元気じゃなかったわよ。ああそっか、そうだよね。私もお母さんに会いたくて仕方なかったよ。まあひとみったら嬉しいことを言ってくれるわね。これが今から葬儀に参加する人の、しかも身内が亡くなった者たちの会話なのだろうか。私は耳を疑った。同窓会じゃないんだから。そして腹立たしいのは、葬儀が始まると二人とも急に涙を流してものすごく悲しんでいたのだ。母は父が亡くなった瞬間はすごく悲しんでいたからわかるのだが、さっきまであんなひどい発言をしていた姉も涙をボロボロと流しているのを見た時は唖然とした。なんていうか女の怖さを見た気がした。
しかも姉は自分が喪主を務めると急に名乗り出して勝手に葬儀を進めていったのだ。そのため葬儀の参列者からしたら姉は父親思いの立派な娘に見えたことだろう。私が目立ちたいというわけでは決してないのだが、私の方が父とより濃い時間を過ごしてきたから、姉がやるくらいなら私がやるべきだろう。そうやって納得がいかないまま葬儀は終わったが、とりあえず問題なく父を見送ることができてよかったと思う。だが葬儀が終わると姉はすぐに涙を引っ込めてぐだぐだ文句を言っていた。そして私に片付けを押し付けて母とお寿司を食べに行ってしまったのだ。私は絶句した。どうしてそんなことを平然とできるのだろうか。母も母だ。いくら可愛い姉からの頼みだとしても、自分のパートナーだった父の葬儀は最後まで責任持って片付けまでやるのが筋ってもんじゃないのだろうか。きっとこの二人にはいくら常識を語っても無駄なのだろう。私はとことん呆れてしまった。そして父の葬儀以降、姉はやたらと実家に帰ってくるようになった。お母さんのこと心配なんだよね。あら、ひとみありがとう、嬉しいわ。じゃあお母さんランチに行こう。いいわよ、行きましょう。かおり、あんたは掃除と洗濯をしててね。ちゃんと家事をしなさいよ、居候。そうやって母と姉は私に家事を丸投げして二人で出かけていった。帰ってくるとたくさんの紙袋があり、それは全部姉が母に買ってもらっているブランド品だった。だが実際に母が買っているわけではない。私が母の口座に毎月お金を入れているのだ。それはまだ父が生きていて私が介護をしている頃からのことだ。私は父への恩返しとして毎月40万ものお金を入れている。父にいろいろとお世話になった分、豊かな生活を続けてほしかったからだ。母や姉のブランド品のためにお金を入れているわけではない。そして姉はだんだんと家に来る頻度が増えていき、最終的には完全に引っ越してきた。それからは私をこき使ってくるし、仕事の邪魔にもなるで散々だった。もう家を出ていこうかなとも思った。姉がいるなら母は寂しくないだろうし、二人が揃ったらただの生活費さえも余計にお金がかかりそうだ。そこで私は憧れでもあったタワマンを購入することにした。私は仕事を頑張ってきた分かなり稼いでいたし、ちゃんと貯金と投資もしていた。だからタワマンを買うお金は持っていたのだ。私はすぐに不動産屋に行き、資料をもらいに行った。すると新築でとてもいいタワマンを見つけた。内覧に行くとすごく部屋も良くて、私は即決して購入した。夢にまで見たタワマン。だが私はやらかしてしまった。たまたま契約書類をしまっているところを姉に見られていたのだ。どうやら部屋が空いていたらしい。何それ、タワマン。ちょうどパンフレットが見えたらしく、姉が大声を出しながら部屋に入ってきた。なんであんたがそんなもの持ってるのよ、見せなさい。姉はそう言って無理やり私から資料を奪い取った。ここ新築のところじゃない。これって契約したってこと？ちょっと返してよ。そこはこれから私が一人で暮らすところなんだから。ああ、そんなの許されるわけないでしょ。ここは私たちが住むわ。姉はそう言うと資料を持って母のところに行った。そして二人で勝手に引っ越しをすることを決めてしまった。私たちだけでタワマンに引っ越すから。金食い虫で寄生虫のあんたは置いていくわ。そう言って私を邪魔者扱いしてくる母と姉。私の我慢ももう限界だった。じゃあタワマン売るか。そんな風に邪魔されるなら家なんてない方がマシだ。っていうか、あのタワマンってどうせお父さんの遺産で買ったんでしょ。そんな遺産があるなんてどうして教えてくれなかったのよ。そうよ、妻である私が知らない財産をあんたがもらっていたなんて許せないわ。一体何を言っているのだろうか。父は姉や母の散財のせいでお金がほとんど残っていなかったというのに、金食い虫なのはあんたらの方だというのに。だが私は訂正することなく姉と母の好き勝手にさせることに。姉たちはすぐに引っ越しをして全ての荷物をタワマンに運んだ。そして私には実家に住むように、実家の名義も私に変えるように言って無理やり変えてしまった。まあでもそれはそれでありがたい。私はタワマンも売り、そして実家も売りに出した。そして在宅で働いている利点を最大限生かすために海外で生活をすることにした。
とりあえずはビジネスホテルで寝泊まりしながら海外に行く準備をしている状態だ。数日後、母と姉は慌てた様子で私に電話をしてきた。一体どうなってるのよこれは。なんで強制退去の知らせが来るのよ。ああ、それはその家を売ったからだよ。ああ、なんでそんな勝手なことをするのよ。だって私が住まないのに所有してる意味ないじゃない。そもそもお父さんの遺産で買ったなら私たちの家でもあるでしょ。誰がお父さんの遺産で買ったなんて言った？え？そこは私が働いたり投資をして稼いだお金で買ったのよ。嘘でしょ？別に信じなくてもいいけど、お父さんに遺産なんてないから、とにかく捕まる前にその家から出て行った方がいいわよ。そんな。私はそう言って電話を切った。だがその数日後、また電話がかかってきた。ちょっと、私たちの実家に誰か知らない人が住んでるんだけど。ああ、実家ももう売ったからね。思ってたよりも早くに買い手が見つかったわ。そんな、どうして私たちの家がこんなことに。私たちが住む家が。ああ、あと私が今まで家に入れていた月40万のお金ももう振り込まないからね。え？これから私たちはどうやって生活していけばいいのよ。そんなの知らないわよ。私のこと寄生虫だって言ってたじゃない。寄生虫に頼るのはおかしいんじゃないの？それは。じゃああとは自分たちで頑張ってね。あ、じゃあ。そう言って私は電話を切った。そして姉と母の番号を着信拒否にした。親戚から聞いた話だと、二人は散財しすぎて借金まみれになっているらしく、金を貸してほしいと親戚を頼って回ってるんだとか。だがみんな一度金を貸したことがあるらしいのだが、前回の分が返ってきていないのでもう貸していないらしい。そのため借金まみれの状態で母と姉はボロいアパートに暮らしているそうだ。一方、私は新しいマンションに引っ越し、快適な新居での生活を送っている。これからも仕事に打ち込みつつ、自分のペースで恋愛なども進めていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。